劉備ら義兄弟の活躍により張角は倒れ、黄巾の乱は収束を見た。しかし世の乱れは収まらず、時代はさらなる混迷へと突き進む。黄巾の乱から5年、都洛陽では宦官と帝の外戚一派が対立。その騒乱に乗じ、清涼の豪族董卓が上洛する。董卓は帝の身柄を奪うと、自らは大尉の座につき専横を極めた。その無法を断罪すべく、河北の名族袁紹らが決起。各地に檄を飛ばすと、打倒董卓の連合軍結成を呼びかけた。劉備は官室の危機に義憤を覚え、義兄弟と共に連合軍に加わる。そして劉備はそこで張允と名乗る若き勇士と出会う。関羽と張飛、そして張允、劉備に惹かれ男たちが集ってくる。打つべきは董卓、義憤と董氏が寒風すさぶ古老館に逆まく。信じる者のため、張飛竜、いざ参る。私は張飛竜、公孫さん殿のもとこの戦に参じました。丁寧な挨拶痛み入る。拙者は関雲長、兄劉玄徳に従い参った。劉玄徳殿、大徳の御陣と伺っております。共に戦えること嬉しく思います。うん、共に非道なる董卓を討とうぞ。あの劉備なる男は好天をも超えゆくもの、迷える民を導きうる存在よ。我はあの男に力を貸すべく参った。本陣の守備は我に任せておくがよい。私がこの連合軍の名手袁本所である。我が友軍として戦うこと光栄に思うがいい。我々の目的は逆進董卓の打倒、そして洛陽に追わす帝の救出である。そのためまずは要衝古老館を突破する。抵抗する賊軍は残らず蹴散らすのだ。この戦で我が白馬義獣の武勇を示す。張雲、お前も奮戦せよ。はっ、承知しました。おう、民を救いたいがためにあの義軍に応じたと。はい、そして私は中山聖王に連なるに、この官室の危機に黙ってはおれませぬ。官室か。劉備よ、
お主は官室の行く末に何を見る？何をとおっしゃいますと？ん？そなたは？趙雲と申します。劉備殿、公孫さん殿のもとこの戦に参じました。おお、そうであったか。天下の民のため、共に悪逆の者と戦おう。民のために？承知しました。いざ共に参りましょう。逆進董卓を討ち、官室の遺恨を取り戻す。全軍進む。まずは東より進み、止水艦を破らねば。いざ長州参る。本陣の守りは我に任せるがよい。我が天を超えし者よ、悪の塔を打つのだ。我々が一番乗りの人だ。我らが突出はできる。流軍を待つ。進む。敵が邪魔よ。兵団は滞るが、ならんもな。さあ来やがれ。お前なんざ一歩ひねりだ。兵糧が途絶えては前線はつらいはず。私が兵団の援護に回ろう。Oh, my God.
みろ。諦めてはならん。皆、死力を尽くせ。さあ、俺としたことが何万を貯められたか。受けてみろ。人したことが優劣を読み違えた。そう、せや。俺がここで崩れるわけにはいかない。我が道の、もはやここまでか。光沢殿の命によりここは通さぬ。いざ、両軍軍が湧いていたそう。腕の立つ武人とお見受けした。この超死竜、受けてみろ。腕を湧いていた。よく来てくれた。拙者と共にこの者らを退けようぞ。超死竜、敵将討ち取ったり。
五郎冠は堅牢な席。力を合わせねば破るのは難しいだろう。超運であったな。私と共に来てくれ。崖の上にある敵拠点を落とすのだ。来てくれたか。世話をかけるな。これ以上あんたらに進まれたら困るんでね。ここらでお引き取り願おうか。伝令、味方が投石攻撃を受けています。五郎冠前へ進軍できません。投石は崖の上の兵器で行っているようだ。あれを我らのものとできないだろうか。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。せねばならん。てはなりません。さよう。我ら全ての力を合わせ暴虐の輩を打ち砕かん。少しは楽しませてみろ。なんという強さだ。三人がかりでも抑えきれぬとは。我らの目的は董卓の中罰である。不要な戦いを避け洛陽へ向かえ。群れるだけの雑魚来い。
この俺がひねりつぶしてやる。なんという強さだ。三人がかりでも抑えきれぬとは。我らの目的は当宅の中圧である。不要な戦いは避け落葉へ向かえ。群れるだけの雑魚、来い。この俺がひねりつぶしてやる。我らの部は力を競うためのものではない。お前との勝負次に預けよう。私はこの戦の先に何を見る。もはや董卓を斬ったところで世は収まるまい。私が願う民の平穏です。そのためには戦の道を持ちしません。私は非力ひさげる限り兄弟に恵まれた。我らはこの志を遂げるつもりです。他者との絆を己が力と頼むか。だが小物とは思えない強な男よ。落葉は帝がおられる海質の都。しかし何だこの不気味な静けさは。後輩が何か知らせているやもしれません。注意して立ち挑戦。敵将
討ち取ったり。牽制に溺れ世を乱す逆進董卓よ、これ以上の暴虐は許さぬぞ。誰じゃ貴様は。わしに立てつくやつはみんな死刑じゃ。覚悟せよ逆進董卓。いざこの上司竜がお前を撃つ。わしの前に立つか。ならば死ね。戦場の土となる。覚悟せよ。言うとならん。